途中何回もやらかしちゃって、全然思った通りに走れなかったっていうか、ああ反省ばっかりです。はい、満足なんかまだ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 しちゃダメだと思ってます。もっとちゃんと結果を出せるようになりたいです。なりたい私になるためにも。はい、誰かにとっての憧れの馬娘にっていうのかな。私すっごく憧れてるんです、トリプルティアラ路線の先輩たちに。感動とか勇気とか夢とか、そういう輝きみたいなものをたくさん先輩たちから与えてもらったんです。あんな風に走りたい、あんな風に強く眩しく誰かの心をわっと照らしたいって、そんな憧れをたくさん。それはきっと先輩たちも先輩の先輩からもらってきたもののように思えて、ずっとつながるっていうか、そんな風に感じてて、だから私も受け取った分つないでいきたい。今度は私が誰かにとっての憧れになっていきたいんです。はい、でも私ばかりに付きっきりになってもらっちゃダメですよね。次はシーザリオのデビュー戦なんですから。今月末の本番に向けてしっかり準備していかないとね。シーザリオさん、覚悟はできているかしら。無論です、トレーナー、一切の手加減抜きでよろしくお願いいたします。200m、 ここで抜け出しました。シーザリオ、さあ先頭変わりました。シーザリオ、シーザリオです。ゴールイン、一着はシーザリオ、シーザリオです。デビュー戦を華々しい勝利で飾りました。トレーナー、お褒めの言葉ありがとうございます。しかし私はまだ初戦を走り切ったというだけ、気を抜かず精進して参りたいと思いますので、今後はさらに厳しくご指導のほどよろしくお願いいたします。はい、ではでは、メリークリスマスです。あ、ケーキ焼いてきましたので切り分けてしまっていいですか。デビュー戦があるので準備は任せきりでしたが、どうしても私も何かしたくって。実は大好きなんです、お菓子作り。サンタさんの砂糖菓子も乗せちゃいました。これはせっかくなのでキングさん、ぜひ召し上がってください。待って待って、ちょっと待って、誰？やだな、シーザリオに決まってるじゃないですか。やったやった、シーザリオのケーキ楽しみだったんだ。またお鼻にクリームつけないようにね、クラフト。あ、トレーナーもお好みのフルーツはありますか？チームに入ってからはずっと気合が入っていましたから、肩の力を抜いたのはこれが初めてだったかも。
シーザリオはオンオフがかなりはっきりしてる方なんだよね。いや、オンオフとかいう次元の話なの、これ。キングさん、ソファーの上でぐっすりですね。トレーナーさんに運ばれても起きないなんて。今日の今日までパーティー準備めっちゃ張り切って進めてくれてたからな。いいチームリーダーっすよね、あんた。ですね。でも風邪をひいてはいけませんから。トレーナー、何かブランケットのようなものはありませんか？いえいえ。あら、すみません、コートの影にあったんですが、これは。え、トレーナーさんからですか？ありがとうございます。トレーナー、すみません、私からも何か用意できていればよかったのですが。デビュー戦での勝利がプレゼントということで、今日は許してもらえるでしょうか？あなたしかいないって思ったからです。